モンタチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ボートレース宮島の実況担当、有富芳弘です。いやー、今年の夏も暑いですね。ただこのボートレース宮島にはその暑さを吹き飛ばす出来事があるんです。2013年8月6日から9月24日の間、ボートレース宮島ではサマータイムレースが始まります。サマータイムとは、通常の開催時間よりも夕方以降に大幅に時間をずらし、真夏の大迫力のレースを楽しんでいただこうというボートレース宮島初の試みです。しかし、ただ時間をずらすだけではないんです。この期間、ボートレース宮島では様々なイベントやキャンペーンなどが盛りだくさん。今回はそれらをボートレース宮島の3本の矢と称してご紹介してまいります。では早速行ってみましょう。ボートレース宮島でエンジョイサマータイム。まずは第1の矢。ここボートレース宮島ではサマータイム中、さまざまなイベントが開催されます。8月4日にはレーサーと一緒に走るペアボート体験会。この体験会でしか、まずボートレーサーの気分を味わうことはできないはず。普段は接することができないレーサーたちと貴重な体験が過ごせますよ。そして次のお楽しみイベントは8月11日に行われます。毎年恒例、宮島水中花火大会です。ここボートレース宮島を開放し、夏の風物詩である色鮮やかな花火を無料で見ることができますよ。この日はサマータイムレースを開催していますので、レース観戦と花火のご観覧をどうぞご一緒にお楽しみください。なお、この日は場内を開放するだけでなく、いろいろなお店もありますよ。ぜひ皆さんもボートレース宮島で花火観戦などいかがでしょうか。うまい。やっぱり夏はビールに限りますね。さらにここボートレース宮島の魅力は、なんといっても迫力のあるレースでしょう。サマータイム期間では、地元広島支部のレーサーが集結するスポーツ日本杯、サマータイムラストを飾る9月末にはボートレース宮島名物レースであり、強豪レーサーたちが多数参加する岩田杯と、真夏に負けない白熱したレースを繰り広げます。このようにボートレース宮島では様々なイベントやレースが行われます。今回紹介した他にも、いろんなイベントやプレゼントなどがありますので、ぜひボートレース宮島に来ていろいろと体験してみてください。さて、第1の矢はボートレース宮島に遊びに来た方のみの特集でしたが、やはり宮島は遠い、あるいは遊びに行く時間がないなどと思われた方もたくさんいらっしゃると思います。しかし、ボートレース宮島ではそういった方々にもビッグなキャンペーンがあるんですよ。それがこの第2の矢です。今ボートレース宮島ホームページで電話投票会員様ご招待キャンペーンをやっているんですよ。2013年7月から11月までの間、ご購入金額上位50位までの会員様に、なんと宮島観光1泊2日牡蠣三昧本庄観戦ツアーをペア50組100名様にドドドンとプレゼント。日本三景秋の宮島で牡蠣三昧の豪華な宿泊、普段はまず見ることのできないピット見学、また特別な席でのレース観戦など、ボートレース好き、旅好きにはたまらない内容となっています。詳しくはボートレース宮島のホームページをご覧ください。今まで宮島に来たことがない、あるいはぜひ行ってみたいと言われる方には、まさに今がチャンスですよ。いつやるか、
今でしょ。さて変わりまして、私は今日本三景秋の宮島の目の前に来ております。皆さんご存知でしょうか、この宮島行きのフェリー乗り場からボートレース宮島まではたったのこれだけしかないんです。距離にして約300メートル、子供さんを連れて歩かれても5分とかかりません。サマータイムレースになって最終レースが遅くなったことで、宮島観光の後にボートレースを楽しんでもらうということも全然可能になっちゃいます。ということで第3の矢は日本三景秋の宮島を紹介してまいります。今回の日本三景秋の宮島はボートレース宮島にゆかりのあるスポットを紹介したいと思います。さてどんなゆかりがあるのかな。広島県廿日市市に位置する宮島、高速道路上りは大野インターから10分、下りは廿日市インターから5分、 JR や広島電鉄もあり、交通の便はとても便利です。さてまずは宮島の中心地、お土産物が並ぶ商店街にやってまいりました。そしてここが第一のスポット、山田屋さんです。宮島、いや広島県が誇る銘菓もみじまんじゅうを製造販売する山田屋。昭和7年から創業の店内はおなじみのもみじまんじゅうをはじめ、宮島を特徴としたいろいろなお菓子が並んでいます。特にもみじまんじゅうは1日に約7万個、多い時ではなんと16万個も製造されているんですよ。こんにちは。こんにちは。この山田屋さんはボートレース宮島とあるゆかりがあるんですよね。はい。では福岡さん教えてください。はい。私たち山田屋はボートレース宮島で山田屋東洋花杯という冠レースを行い、ご来場される皆様にもみじまんじゅうや東洋花をご提供さっております。その東洋花を今日もいただけますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあいただきます。この味なんですよ。宮島ボートレース場で東洋花を知って以来、僕この大ファンで、このもちもち感はどうしたところから出るんですか。もち粉を使用しておりますので、うん、もちもちした食感のおまんじゅうです。もちもちしながら甘すぎず最高です。第24回全国菓子博覧会名誉総裁賞を受賞、さらにザ・広島ブランドにも認定されてるんですよ。宮島にお越しの際はぜひ山田屋でいろいろなお菓子をお土産にどうでしょうか。さて続いてご紹介するスポットはこちらです。子供から大人まで楽しめちゃう水族館の宮島林です。こちらも山田屋さんと同じくボートレース宮島のレース宮島林カップを講演していただいてるんですよ。さあそれでは早速入ってみましょう。ほほー、さすがにこのエントランスは厳島神社をテーマにした作りになってますね。これから先どんな生き物が待ってるんでしょうか。行ってみましょう。平成23年8月2年8ヶ月ぶりにグランドオープンした宮島水族館、愛称を宮島林とし、瀬戸内海丸ごとをテーマに大小さまざまな生物が鑑賞できますよ。僕が個人的に興味を持ったのはこのタチウオのコーナーです。他の水族館では見たことないですね。こんなに間近でタチウオが泳ぐ姿は初めて見ました。こんな姿で泳ぐんですね。他にも広島県のカキイカダが置いてある水槽があり、ここには実際に住む魚たちが泳いでいて、その生態を観察できますよ。まさに瀬戸内海ですね。もちろん水族館だけにショーなんかもあるんですよ。この後ちょうどアシカショーが始まるみたいです。行ってみましょう。ここ宮島林では毎日ショーやたくさんのイベントなどが行われています。このアシカライブでは可愛らしいアシカたちが大きなライブプールの中でいろいろなパフォーマンスを披露してくれますよ。ありがとうございました。せーの、よいしょ、素晴らしい。
にここ宮島林では癒しと触れ合いをコンセプトに年齢問わずに楽しめる場所になっております。ボートレース宮島のサマータイム中は子どもたちも夏休み、ぜひこの瀬戸内ならではの水族館宮島林に遊びに来てみてはいかがでしょうか。さて次でいよいよ最後の紹介となります。山田屋で食べる、宮島林で遊ぶとなれば残るテーマはこれしかないですよね。そう、泊まるです。今回ご紹介する宿はこちら、弁天の宿厳島です。表参道商店街から二線方面に向かい宮島が一望できる場所にある弁天の宿厳島。この厳島、ボートレース宮島と何のゆかりがあるかというと、今回の第2の矢、ボートレース宮島ホームページで案内中の電話投票会員様ご招待キャンペーン、宮島観光1泊2日牡蠣三昧が当たる宿がここ弁天の宿厳島なんですよ。さあこちらが厳島自慢のお部屋ですね。それではお邪魔します。ははー、さすがにゆったりとくつろげるようなお部屋になっております。そしてこの瀬戸内海を一望できる景色最高ですね。旅の疲れを癒すにはなんといってもお風呂しかないですよね。まずは厳島神社の大鳥居をバックにゆったりと過ごせる展望温泉風呂龍神の湯で格別なひとときが過ごせます。そしてマイナスイオン豊富なラジウム温泉、大浴場神の湯、家族一緒に楽しめる天然ヒノキの貸切風呂など、厳島にはさまざまなお風呂があります。また宮島で唯一のトルマリン岩盤浴ではマイナスイオン、遠赤外線で疲労の予防・回復に効果がありますよ。やっぱり皆さん何と言っても気になるのは料理ですよね。そこでこちら弁天の宿厳島自慢の懐石料理説明していただきます。志賀さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですけれども志賀さん、はい、こちら懐石料理のお名前を教えてもらえますか。はい、こちらが桜懐石でございます。桜懐石、はい、どういったポイント。はい、はい、おすすめは、こちらの美酒鍋でございます。美酒鍋、はい、と言いますとお酒ですか。はい、お酒をお入れしております。美しいお酒と書いて美酒鍋ですけれども、はい、これは何か地酒で。そうですね、広島のお酒を使っております。中の具材はどういったものが。はい、夏場はアナゴを使っております。アナゴ、やはり宮島ですもんね、はい、では早速ですけれども、はい、いただきます。美味しいです、はい、ではこれはアナゴですね、はい、はい、いただきます。うん、プリプリ、柔らかくてプリプリでお酒の味がするのかと思ったけどしないんですね。はい、お醤油ベースでお味をつけております。はい、あっさりしててすごく美味しいです。ありがとうございます。こちらの陶板でお焼きしました和牛ロースでございます。陶板、はい、陶板ってどう、ボートのね、お客さんだと登録番号の陶板って頭に浮かぶんですけども、ね、はい、あの陶器の、器を使っておりますので陶板ですね。陶器の器の陶板、はいはい、で和牛の、はい、和牛ロースで上に金山寺味噌という京都のお味噌をおかけしております。いただきたいと思いますが、はい、いただきます。美味しいに決まってます。めちゃくちゃ柔らかくて、あの噛み切る必要がありませんから最高です。こんなに美味しいものがいただけるわけですね。はい、いや、とても美味しかったです。ちなみにボートレース宮島のホームページで行われている電話投票会員様ご招待キャンペーンでは牡蠣三昧の懐石料理がいただけるんですよ。
食べてみたいですよね。景色抜群なお風呂、そして四季折々の豪華な料理、宮島に宿泊の際はぜひ弁天の宿厳島で至福のひとときをお過ごしください。ボートレース宮島がお送りした3本の矢、いかがだったでしょうか。これでサマータイムも2倍3倍楽しめること間違いないですよ。まずは宮島に遊びに行って、帰りにボートレース宮島でレースやイベントを、両方楽しまない手はないですよね。そしてボートレース宮島も日本三景秋の宮島に負けじと、みんなが楽しいボートレース場を目指していきたいと思います。来て見て楽しいサマータイム、ファンの皆様ぜひボートレース宮島にお越しください。